やつのように。
残念、起きてしまったわ。誰？楽しんでもらえたかしら。あなたは夢の中の。
たは誰？あなたは何者？あなたは。のぞみ。私はあなたを迎えに来たのよ。私を迎えに。そう、あなたはあの女のニエの血を引く家の子だから。そうでしょ、ミカゲ。はい、姉様。私たちと行きましょう。待ってよ、私全然わからないよ。あなたたちは誰？ニエの血って何？行くって一体どこに？私はのぞみよ。さっきも言わなかったかしら。私はミカゲ。私の妹、お父様に捨てられちゃったかわいそうな私の妹。私は妹がいるだなんて知らなかったのだけど、かわいそうだから助けてあげたの。そうよね。はい、姉様。それにしても、あなた本当に忘れてしまったのね。ほんの少しも覚えてないの。せっかく思い出させてあげようとしたのに、あなたは途中で目覚めてしまった。ねえ、出てる、知ってるかな。蝶々の柄の青い着物を着た。まったく苦労をかけてくれるじゃないの。どうやったのかは知らないけど、つい最近まで綺麗に血の匂いを隠していたし、都合よくこちらに来たと思ったら邪魔者まで一緒だし、あなたの言う蝶の着物のあの女と東大の鬼切り役、本当にあなた苦労をかけてくれるのね。
だから。こんなところではしたないけど、少しだけもらってしまおうかしら。もらうって、何を。あなたの血、特別な血。勘違いしてないかな。私の血って普通だよ。そうかしら。そうだよ。知らないのね。本当に何にも知らないのね。ハトウだったかしら。あなたの血筋は特別なの。紛れもなく特別な血を伝えているの。それがニエの血。ニエの血。あらゆる呪術で使われているように、血そのものに特別な力があるのは知っていて。力の血であり、命の血。形ある肉の一部でありながら、形のない玉の一部でもあるの。すなわち両義を生む大極、万物の根源。常たち殺地、かぐつちおろち、血は神そのものを表す言霊。